皆さんこんにちは。イラスト役の愛です。まずは、この動画の構成についてご紹介します。はじめに、これまでのあらすじを挙げています。次に、イラスト役本編。原文の後に、現代語訳とイラスト訳が流れます。イメージを沸かせながら、古文速読の目線を鍛えましょう。さらに、本日の重要古語。また、文法や知識についても解説しています。では、早速行ってみましょう。今回も第4条夕顔の巻からのイラスト訳です。桐壺帝の王子として生まれた光源氏。臣下に降格した後、様々な女性と関係を持っています。今回は光源氏17歳。夕顔の屋敷に興味を持ち、自分の素性を隠して彼女のもとに通い始めます。十五夜の夜、彼女と共に過ごしましたが、周りの騒がしさに2人だけで結び合おうと彼女を連れて出かけようとします。ではこの後の展開行ってみましょう。いさよう月にゆくりなく憧れんことを女は思いやすらい。とかくのたもうほどにわかに雲が暮れて明けゆく空いとおかし。はしたなきほどにならぬ先にと例の急ぎいでたまいて。軽らかに打ちのせたまえれば。うこんぞ乗りぬる。その渡り近き何がしの陰におわしましつきて。預かりめしずるほど荒れたる門の忍ぶ草茂りて見上げられたる。たとしえなく小暮らし。霧も深く露ゆけきに。すだれをさえあげたまえれば。温素でも痛く群れにけり。お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要古語はこちらです。また、文法事項はこちらです。光源氏は怖がる夕顔を連れ出して、牛車に乗せ、何がしの院へと移ります。そこは草がぼうぼうの荒れ果てた廃屋で、この後の不気味な展開を暗示するかのようでした。さて、今回は「に」の識別についてお話しします。「に」という語は現代でもたくさんありますよね。古文文法においては、まず助動詞なのか助詞なのか、それとも自立語の一部なのかを文構造から掌握しましょう。助動詞や助詞というのは付属語です。今回のように「濡れ」という自立語につくのが付属語です。助動詞というのが分かったら、次は直前の接続を確認しましょう。濡れというのは未然系か連用系かわかりませんが、連帯系でないことは確かですよね。また、直後のつながりにも着目しましょう。似けりというのはよく出てきます。セットで覚えておきましょう。直前が連用形であり、直後が過去の助動詞なので、この2は完了の助動詞ぬの連用形です。それに対し直前が体言または連帯形で、直後にありや係助詞があるならば断定の助動詞なりの連用形です。次に助詞の2ですが、これ現代でもありますよね。月2の2、ほど2の2、因2の2。このように名詞について2で文節が切れる場合は格助詞です。いついつにとか、何々の状態で、どこどこになど、ほぼ現代と同じ用い方です。ただし、このように連帯形につく場合は注意しましょう。時にと訳せるなら格助詞でもいいですが、直前直後が因果関係になっていたり、逆接のつながりになっていれば、接続助詞の可能性もあります。今回は点火で訳しましたが、時にくらいでもいいので、格助詞でいいでしょう。さらに、自立語の一部の場合です。今回はこの2つが出ていましたね。どちらも、かにというつながりになっていることに着目しましょう。かとか、げという語は、様態を表す接尾語なので、直前が様態、つまり、これ1語で形容動詞です。もし、この2が文法的に聞かれたら、なり活用、形容動詞の連用形、活用語尾と答えましょう。また、しにけりの場合は、にけりとなってはいますが、明らかにしにで1語ですよね。な行変革活用動詞、しぬの連用形の活用語尾です。さらにや、げになども、これで1語、副詞の一部です。こういうのは重要古語として押さえておきましょう。このように2の識別は多様ですが、一つ一つ直前直後を見て識別できるよう慣れていきましょうね。さあ今回も第4条夕顔からのイラスト訳でした。第1条桐壺からここまでの再生リストは説明欄のリンクに貼ってあります。よかったら日々の受験勉強のサポートにご使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。